ニーホー、中国広州のマヌファミリーです。今日はリエドのデカトロン、あのスポーツウェアとか売ってる、あフランスの会社かな、のところに来ております。今日は子供のものを買う予定です。わからない、とりあえず下回ってみようか。ちょっとね、今日ベビーカーなんで、あれ？あ、2階かな。あ、全然違う。あ、あっち、あ、2階って書いてあるね。エレベーターを探していこうか。あ、ピザハットだ。あれ？こっちで合ってる？なんかスーパーに入り込んじゃった。エレベーターはないのかな、もしかして。スタバないね。とりあえず一周してみようか。ちょっとね、ここ来たことなくてよく分かってない。あれかな、なんかチュロス、スーパーですね。ないですね、エレベーター。戻りましょうか。わあ、ドリアンだ。いくらかっていうと、ちょっと安くなって500g 30元だから600円か。ああ、ちなみに私はこっちでドリアンを食べたことがありません。ありましたね、普通にエレベーター。完全に逆行っちゃってましたね。あ、ここはケンタだね。 KFC です。何階だっけ、2階。やっと着きました。お、意外に人多いですね。今日は国慶節の中日ですね。わかる？どの辺にあるか。はい、はい、もう一回。あ、テント売ってる。テント意外にあんな値段するの。あ、水着あるよ。この辺じゃない？水着コーナー。子供の水着を買いに来ております。こっちかな、この辺じゃない。こっちの水着はね、結構長袖とか、あ、そうそうそう、子供たちはね、こういうなんかダイビング用のスーツみたいなのよく着てますね。あ、そうですね、普通のやつがいいですよね。まあ、なんかスカートついてるよ、これとか。これ大人よ。うん、だからね。でも普通のやつないかもよ。もう水着あそこだけじゃない。ここもちょっとちっちゃいもんね。ちっちゃい子用の、もうさ、大人用の S のサイズ探した方がいい。あ、こっちにもあるよ。ちょっとおしゃれな感じ。ということで一旦試着することになりました。ということで、自動会計ですね。会員じゃない。あ、袋いらないよね。支付。あ、ここね。ここ安くなるらしい。え、ちょっと登録し。ということで、お姉さんが助けてくれて無事に購入完了です。さあ行きましょうか。お腹空いてる？
ということでデカトロンでの買い物が終わりまして、この後バスで移動します。ここはリエード東のバス停ですね。ここからねバスでまあ5分ちょっとぐらい乗ってですね、別のショッピングモールに移動して、そこの火鍋を食べたいと思っております。間違えました、リエードのバス停から行きたいと思います。結構ねバス停が同じ名前で 1,2,3 って分かれてたりしてて、その間隔が結構広かったりしててね、バス停を間違えることがよくあります。このバス誰も乗ってないですね。子供たちは後ろに乗っております。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントどうぞよろしくお願いします。